焼きナスを3本作っていきます。さあ、ナスを魚の上に塗って焼いていきます。はい、クレソンの葉は薄切りにします。そしてここでスタンバイさせておきます。破裂してますね。はい、焼き上がりました。熱いうちに皮をむきます。皮は薄く切っておきます。 OK、 時間がないと切り替えしましたね。いいこと。